はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。久しぶりに車の中からお届けしたいと思います。そして、先ほど、滝行満行しました。満行の記念に、ジャジューン！セブンイレブンのアメリカンドッグ、やってきました。早速いただきたいと思います。ジーン！アメリカンドッグ。おお、なんかさ、俺前回のアメリカンドッグよりも結構痩せたし、色もね黒くなってるじゃん。歩いてるからさ、冬なんだけど焼けるんだよ。ほんでちょっと、顎が細くなってるので、俺になったまた！俺がアメリカンドッグに似てるのか、いや、アメリカンドッグが俺に似てるのか、答えは、まだない。いただきたいと思います。と、その前に、コーヒーも、凍ってきましたよ。じゃじゃん！セブンカフェ。しかも、普通のセブンカフェではなく、グアテマラのプレミアムのコーヒーですよね。うまい！言うと思ったでしょ、今。うまいって。言うかなと思わせといて、言わないどこかなと一瞬思ったんだけども、やっぱり言うことにしました。そして俺は毎度のことながら、このケチャップとね、つぶつぶのマスタードをかけて食うのが好きなんだよね。もうね、大胆にかけるよこれね。ちょっとごめんなさい、ゴミ散らかします。ポイと。でね、濃い感じで食うんだよ、この濃いとろね。うまい。うまい。ここでカンパしてるんですね。グアテマラ。どうやさ。まだ2月なんだけどさ、めちゃくちゃいい天気でね。空も青いんだよ。火星にね、探査機もね、到着してね、今生命の痕跡をさ、探してるんだよ。俺ね、この間とか昨日だけど、動画でさ、火星の音を聞いたんだよね。痺れるね。火星の音が、動画だったんだよ。痺れるね。時代はここまで来てるんだよ。人類が火星に降り立つ日も近い。しかし、今一番大切なことは、このアメリカンドッグを食うことなんだよ。何言ってるか分かります？俺分かんねえかもしんないけどね。要はね、今を大切にって話なんだよ。今やることあるんだよ。なんかさ、歯に詰まるの、さっきから詰まってね、歯の前歯の表面にさ、この衣がね、へばりついてたんだよ。アメリカンドッグはね、セブンイレブンが一番うまくてさ、コーヒーもね、セブンイレブンが一番うまいね。
今幸せ探してるでしょ。探してるうちはね、幸せって見えねえんだよ。幸せはさ、火星にはねえんだよ。幸せはさ、今の俺にとってはこのアメリカンドッグが全てなんだよ。あなたの幸せどこにあんの？明日にあんの？一年後？え、もしかして過去？違えだろと。今この瞬間なんだよ。今この瞬間に感謝して幸せを感じることができなければ、幸せなんていつまで経ってもやってこねえんだよ。逆に言うと、今この瞬間に幸せを感じることができれば、幸せを見つけることができたら、あなたは一生幸せなんだよ。もちろん俺もだよ。俺は今アメリカンドッグ食ってるけどね、アメリカンドッグがあるから幸せって言ってんじゃないよ。いや、もちろんね、アメリカンドッグ幸せだよ、食ってる自分がね。けどね、別にアメリカンドッグがないと不幸せってわけじゃなくて、俺はいつも幸せに生きてるわけ。この幸せの中にたまたまアメリカンドッグが入ってるんだよ。そしてアメリカンドッグを食うことによって、あ、やっぱ幸せなんだなっていうことを思い出してるだけなの。そう、思い出してるだけなんだよ。幸せはね、探すものでもねえし、見つけるものもないし、作り出すものでもねえんだよ。常に今ここにあるんだよ。今この瞬間にある幸せを思い出すことができる、そんだけなんだよね。最後ね、カリカリが残ってるでしょ。ここが一番うめえんだよ。まるでカワウソのようにね、食べましたよ。カワウソのように食べ尽くしましたよ。幸せだよね。俺は今カワウソと同じぐらい幸せだよ。不幸せを感じる、幸せを見つけられないって人間だけなんだよね。人間はね、たまたま頭がでかくなっちまったんだよ。頭がでかくなって、頭蓋骨がでかくなったから脳がでかくなったんだよ。脳がでかくなったから考えたり想像したり余計なことを思うようになったんだよ。もちろんだからこそ新しいものを生み出すことができるようになったよ。だから頭がね、でかくなったってのは、人間が宇宙から、神様から与えられたプレゼントなんだけど、けどね、でかくなりすぎたから余計なこと思うんだよ。本当は今この瞬間、ここに幸せはあるはずなんだけども、ねえなねえなとか、どこにあんのかなっていうことをね、つい思い描いて、余計な期待とかね、余計な不安を感じちまうんだよね。それは人間にとっての長所であるかもしれない。もちろん短所であるかもしれない。一つの特徴なんだよ。でもね、カワウソはね、ずっと幸せなんだよ。だから俺は今、カワウソになったよ。俺はカワウソなんだよ。これ似てるでしょ？これね。ね。幸せは今ここにあるって話を今日はしたかったんだけども、あ、今天使がやってきた。俺よく天使来るんだよね。というかね、もしかしたら俺そのものが
天使じゃねえかなと思う時もあるんだよ。でさ、俺のね、身近な仲間たち結構いいんだけど、みんな天使なんだよね。まあ不思議なことにっていうのかな。まあ不思議でもなんでもねえんだけども、天使だらけなんだよ。天使はね、決して余計なこと言わねえの。不幸なこと言わねえの。いついつに地震が降るとか、病気がどうとか、金がねえとかどうとか言わねえんだよ。天使が言うことは、ただ一つ。天使さん、天使さん、僕の人生、これからどうなりますかって。まあ聞いたりするよね。あなたもね、天使にお願いしたり、天使にお尋ねしたりすることあると思う。その時にね、あれこれつべこべ言うのは、天使じゃねえから。エセ天使だから。本物の、リアルな天使は、天使さん、天使さん、僕の人生、これからどうなりますか？はい。まあ、このね、チャンネルを見てる人は、今、一緒に植えたと思う。じゃあ一緒に言おうか、もう一回。天使さん、天使さん、僕たちの人生は、これからどうなりますか？せーの、大丈夫！だってさ、大丈夫だって。そう、天使はね、大丈夫しか言わねえんだよ。カワウソがね、常に大丈夫なように、俺たち人間も常に大丈夫なんだよ。常に愛されてるんだよ。この宇宙にね、愛されてない人間なんて一人もいねえ。あなたは今ここに存在してること自体が全てなんだよ。あなたが存在してる以上に尊いことはねえんだよ。俺もあなたも今宇宙の中心にいるんだよ。それぞれが宇宙のど真ん中にいるんだよ。そして全宇宙が俺たち、そしてあなたを 100% で愛してるんだよ。金がねえ、病気がどうとか、仕事がねえ、恋人がどうとか、結婚がどうとか、そんなのね、すべてね、俺たちの脳みそが作った幻想なんだよ。金があるのもねえのも幻想だし、結婚してんのもしてねえのも幻想だし、いやもっと言うと、今この地球に生きてるかどうかっつうのも幻想なんだよ。明日があるのも幻想なんだよ。昨日があったっつうのも幻想なんだよ。唯一のリアルは、今あなたがこの動画を見てるっていうだけなんだよね。いや、もしかしたらこの動画もね、幻想かもしんないんだよ。だけど幻想なら幻想なりに見てるということは疑えねえんだよ。ひょっとしたら夢かもしんないよ。でも夢を見てるってのもまたリアルなんだよ。この後さ、あなたはね、夢から覚めるかもしれない。そしてなんか丸い人、なんかアメリカンドッグに似た人を見たなっておぼろげながら考え、そして 1,2,3,4,5 秒経ったぐらいでその夢を忘れちまってんだよ。
俺たちの人生って結局そんなもんなんだよね。昨日のこと覚えてる？一週間も何食った？誰に会った？何喋った？今朝何した？いつトイレに行った？何も覚えてねえはずだよ。当たり前だよ、幻想なんだから。過去に嫌なことあった？それはあなたが脳の中で五章大事に守ってる、それも幻想なんだよ。将来が不安？それも幻想なんだよ。今これを見てる、それは事実かもしれないけども、でも見てるものは幻かもしんねえんだよ。見てること自体はリアルだと思う、今この瞬間にね。次の瞬間夢が覚めて、あれ？なんか Q さんっていう人の動画を見てたけども、え、Q さんっているのかなって急に思うかもしんないよ。そして検索するんだよ、宇宙の飼い主とかね、 Q さんとか。そしたらないんだよ。あれ？私今までずっと Q さんの動画見てたんだけども、さっきまで見てたけども、あれなんでないのって思うかもしんないよ、ひょっとしたら次の瞬間。それわかんないよ。いや、もちろんね、まあその幻想って続くからあると思うよ、うん、でもね、ないかもしんねえんだよ。そんなもんなんだよ。まああると思えばあるんだけどね、ないと思えばない、それだけの話。これまでの過去の人生も、いや自分が存在してるってこと自体も、ひょっとしたら次の瞬間あれ？と思うかもしんない。もしかしたらあなたは次の瞬間、文字通り宇宙のど真ん中に放り出されてるかもしんねえんだよ。で、地球っていう星にいたよねとか、そういうことをおぼろげながら思い出すかもしんないけども、1,2,3,4,5と5秒数えたらまた忘れちまって、今この瞬間の最もリアルな世界に戻ってしまうんだよね。過去に何があろうと、未来にどういう恐れとか不安があろうとも、すべて幻想であり、そして唯一のリアルは今この瞬間、今ここなんだよ。今ここっていうのは何か、それがまさに、ドイツブラブラっていうね、天使のメッセージなんだよ。まあほんと春だよね。うん。春だよね。コロナもそろそろ終わるよ、ほんとに。ね。長かったか。でもこの1年間を多分ね、2年後、3年後、そして10年後、あったよねって言うよね。小学生の子供たちもさ、10年後、20年後、なんかあったよね、学校行けないとき。お父さんがさ、事務所にずっといたよねって。あったよねって言うんだろうね。笑って振り返ることできるんだよ。別にコロナに限らないよ。人生のいろんな局面局面で辛い時とかあったと思うよ。泣いた日もあれば腹が立つ日もあったよ。でも全部笑って振り返ることできるんだよね。で、その時に俺の人生、私の人生、実はね、あんまり悪くねえんじゃねえかな。あ、いや、むしろめちゃくちゃ良くないって思う時があるんだよ。俺は常に思っている。俺の人生さ、なんかもう悪くないと思うんだよね。いや、ちょっと待って。でも、いや、むしろさ、めちゃくちゃいいと思うんだけど、で、じんわりと酒を飲みながらね、語り合うんだよ。そしたら、キューさん、俺もですわってね。俺の人生も悪くないと思います。いや、むしろめっちゃええと思います。最近俺ラフロイグにめっちゃハマってるんですよってね。スコッチのね、アイラ島のちょっとスモーキーなウイスキーをね、ストレート飲みながら語るんだろうね。そういうものなんだよ。楽しいね。これからどんどん楽しくなるよ。あれ、俺前半何の話したっけ。急に天使が出てきたんだけど、まあいっか。10分前のこととかさ、5分前のことも覚えてんだよ。あれ、天使の話したよね。カワウソとか出てきた。なんで俺カワウソの話したの。あれ、ビーバーだっけ、話したの。
まあ、どっちでもいいや。ラッコだっけ？なんかな？まあ、それはいいや、ともかく。うん、なんかもう忘れた。2分前に喋ったことも、1分前に喋ったことも忘れたんだよ。でも一つだけ言える宇宙的真理があるんだよ。それが、せーの、大丈夫ってことなんだよね。これからの人生絶対大丈夫だからね。ね。もう過去も未来も全て大丈夫。今この瞬間も全て大丈夫。嫌なことがあってもいつか忘れる。5秒後に忘れるもんなんだよ。大丈夫なんだよ。じゃあ大丈夫だったら何する？この人生楽しみじゃねえよね。俺たちは何のために生まれてきたのか。それは幸せになるため、ハッピーになるため、ピュー発になるために生まれてきたんだよ。真っ白いキャンパスに自分の夢を描こう。そして叶っても叶わなくてもいいよ。ただそれに向かって一日一日を、そして一時間一時間、一秒一秒、一ミクロン一ミクロンを感謝しながら大丈夫という連続で生きていこうや。ありませんか。今日も最後まで見てくれてほんまありがとうな。ほんまありがとう。また明日も配信する境に、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。